ということでですね、今日はですね、なんと塩原駅に来ております。ちょうど今日ですね、公園で中川町の地域包括支援センター様からお呼びいただきまして、医師会様主催でですね、第3回医療介護関係者研究者研究会というのがあって、講師としてお呼びいただいたので、参っております。今日はあの先生方、ドクターの先生方や薬剤師さんとかケアマネさんとか来ていただいて、ヒアリングフレイルのお話をさせていただきますので、栃木は2回目ですかね、中川町はね。なのでちょっと頑張ってこのヒアリングフレイルについてお話をしていきたいと思いますので、行ってきます。当日の研修会には介護支援専門員や薬剤師、看護師、社会福祉士など約30名ほどの介護関係者が参加されました。研修の内容はヒアリングフレイルによる影響と対策についてをテーマに、ヒアリングフレイルの概念や難聴と認知症についての関係性、難聴者目線でのコミュニケーションの在り方など、年々進んでいく超高齢化社会の中で発生するさまざまなリスクとその対応策についてお話ししました。またもじゃもじゃ先生によって発明された集音機器コミューンについても説明をさせていただき、講演の後には質疑応答の時間が設けられ、若年性難聴の流行と骨伝導の安全性や集音機の有用性やその効力などについても詳しくお話しいたしました。もしかしながらほとんどの方が、私は多音性難聴なんだから言葉わかんないんだって言っても、何のことかよくわからないんで大きな声で話をします。そうすると必殺技があります。聞こえなくていいです。これやるしかないです。で、最初は下手なんですよ。聞こえなくていいの、ちょっと聞こえてないぞこれってなるんです。で、ちょっとバレちゃまずいので、だんだんお上手になります。絶妙なタイミングで運に言いますので、もうわからないんですよ。どうすると骨伝導って昔からあって、出てきてはちょっと聞いて、また出てきてはこれを繰り返してるんですけど、見てるとやはり音質は何も良くなってます。で、今は骨伝導で大骨伝導っていうふうに変わってるんですね。ここに当ててるんですよ。で、ここだと結構音質が良くて、その振動子って言われてる振動するものが良くなったことによって結構音質が良くなってると思います。オープン、耳の穴を開けとくっていう部分の効果もありますし、まあ、危険じゃないっていう部分、そこに関しては僕としてはいい傾向があるかなと思います。まあ、長時間聞くと音質が悪いので、それに対する影響ってあまり研究されてないので、ずっと聞き続けるというのは、まあ、結局は耳からは入れてませんけど振動は出てるので、その影響というのはちょっと僕としては、まあ、研究的には分からないです。これは今ケーブルのタイプですけど、無線のマイクがあるので、その場合は出てないようにマイクにつけるか、はい、置いておけば。で、無線のタイプは1台のマイクに4台までつながる、人数がいても40人とか全然それでできるので。本日はご参加ありがとうございました。普段はどんなお仕事をされてるんですか？はい、普段は、介護支援専門員ということでケアマネージャーとして働いております。今日研修会にご参加されたきっかけをお伺いしてもよろしいですか？はい、研修の通知が来まして、ヒアリングフレイルっていう、こう聞いたことない名前でしたので、ちょっとそれで興味を持ったっていうことと、難聴の高齢者の方を担当することが多いので、何かその参考になればと思って参加しました。ありがとうございます。実際今日参加されてお話聞いてみていかがでしたか？はい、お年寄りって耳が遠い方が、まあ、ほぼほぼ皆さんなんですけども、そのただ耳が遠いからってだけじゃなくて、じゃあなんで聞こえないのかとか、その聞こえないことによって支障がどういったところに出てくるのかっていうところがすごくよく分かったので、参加してよかったと思います。何かこう普段のお仕事で活かせそうな点とかありましたか？アプリでのチェックですか？あれはちょっとこの後皆さんにもやってみようかなって思いました。実際聞こえてるか聞こえてないのか、本当に認知症なのかどうなのかっていうところをまず確認することで、生活が変わっていく可能性があるのであればいいかなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。今お仕事は何をされてるんですか？薬局で薬剤師をしております、村田と申します。はい、ありがとうございます。はい、今日研修会参加されてみていかがでしたか？そうですね、本当にヒアリングフレイルっていうのは私も初めて聞く概念でして、先生の話をお伺いして、今まで本当認知症とかなり関わりがある、認知症も進行するであったりとか、認知症の方が実は耳の方からで疑われていたというか、本当は違ったっていうのを聞いて、今まで本当に
関わった患者さんの中にももしかしたら認知機能じゃなくてフィアリングフレイルだったのかなっていうのを感じてハッとしたっていうのが非常に思いました、はい、ありがとうございます。佐藤君いろいろ気づきがあったということですか、はい、そうですね、はい、今後のお仕事でなんかこう活かせそうなこととかありましたか。そうですね、今までアルツハイマーとかで言われているその振り向き情報だったりとか取り繕いっていったようなものももしかしたら耳から来てるのかなっていうところも考えながら、ただただ大きな声で喋ればいいってことでもないということも学びましたので、ヒアリングフレイルと本当に社会的なフレイルにつながりやすい分野だな、孤立であったりとか引きこもりにつながるんだなと思いましたので、その辺を常に念頭において患者さんと接していきたいなというふうに思いました。もじゃもじゃ、はい、どうももじゃもじゃでございます。今日はね、栃木県の中川町さん来させていただいてヒアリングフレイルのお話をさせていただきましたけども、この度ありがとうございます、お呼びいただきまして。はい、ありがとうございました。どうでしたか、ご依頼はいただいたものの、はい、どんなのかなと思ってらっしゃったと思いますけど、はい、はい、やっぱり初めて聞く言葉だったので。そうですよね、はい、すごい楽しみに今日の研修会は待っていましたそう言っていただけると、やっぱでも高齢化率がかなりね高いという話も聞いてましたので。そうです、この地区は、はい、そうですよね、はい、そういった部分でもやっぱり結構皆さん耳のこととか聞こえのこととか認知症とか介護ってやっぱ結構力入れてらっしゃるとお話をされてたので、はい、ぜひとも引き続きまたご支援させていただきたいなと思います。はい、よろしくお願いいたします。皆さんがね生き生きと生活ね、はい、そうですね、してくれるのが一番の、はいはい、私たちもいいあれですやりがいなので、はい、中町さん素晴らしいんですよ本当のね、まあ、ちょっと夏になったらちょっと娘たちとか家族で来ようかなと思ってまして、ご縁なかったんですけど今回ヒアリングフレイルの件とかでご縁いただいたので、はい、ちょっと娘たちと家族でちょっと遊びに行きたいなと思ってます。はい、いい温泉もありますね。ああ、いいですねお酒もありますしね。はい、本当においしいお酒もあります。引き続き、はい、これを機によろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、脇本さんにお聞きしましたけれども、皆さんもぜひともお耳の件気をつけて生活いただければと思います。お耳を大切にということで、また次の動画でありがとうございます。ちょっと待って。